いわゆる再稼働申請、適合性審査申請のをするという内容を、概要だけですけど、ホームページに載せて、次の日は、まあ、次の日というか昨日ですね、一斉にほぼ30キロ圏内の市町村の家庭に新聞折り込みという形で、B4 サイズ裏表の、まあ、安全ですというチラシを入れました。これは17日の、首長会議で、市町村長さんらが住民に説明をしないうちは、申請は認められないよという態度を取ってくれたもんだから、それに対応する形で、まあ、公表したと。とはいうものの、これごく一部なんですよね。で、首長会議に提出された資料そのものは、依然として公表するなという形でやられていますから、見ることはできないということですね。で、まあ、このままいくと首長さんらはそうですかと、公表したんですね、じゃあいいですねというふうになりかねないので、私たちは今11の市町村長のところですね、手分けをして、まあ、いろんな団体がですね手分けをして、首長さんと懇談して、とにかくこの公開された場で質問もできる形で報告会をやらなきゃダメだよということを首長さんからも原電に言ってほしいという要望を出すことにして、実は、東海村では、遅いからをやったんですけど、引き続いて今日は茨城町、私の住んでるところですけど、茨城町と、那珂市とに首長さんを訪ねて面談というか、さっき言ったような お願いをしています。引き続きですね、全11市町村にやっていくということで、まあ、情報流しますんで、皆さん行けるところに、自分が住んでるところじゃなくても行けるところに行って話するということでやっていきましょう。それから今日は市民団体がですね、12時45分から原電に抗議しました。あれは30人くらいの人が集まってですね、代表団を出して、まあ15分だけの約束なんですけど、申し入れをしたいということでやったんですが、結果的にはね、またあれです、廊下で立ち話という対応でした。それでいろいろ聞いても一切とにかく今すぐ答えるのは無理です。じゃあいつまで答えられるんだということを聞いてもですね、それも言えませんと、分かりませんという態度でね、本当にこの住民の理解を得て再稼働なんていうのは口だけのね宣伝で、実態は程遠いものがあるというふうに感じました。ただ今日県議会があったんですけど、そこでの報告は花山さんの方にしてもらいますけど、なかなかいい動きも今日現れてるんで、まあ私たちの運動が一定の効果を上げてきてるんじゃないかというふうに思ってますんで、
続き頑張っていきましょう。では、はい、皆さんお疲れ様です。本当に毎日毎日原田が原田さんが大変なことをしてくれるので本当に本業がままならない感じです。毎日なんかこのために動いてる感じなんですけれども、私もそうですね、17日のその市町村会館での、首長さんへの説明会があって、その後、その場で配られた資料を情報公開請求で、市町村から出してもらう、開示してもらうということだったんですけど、ちょっと忙しくて昨日行くことに、昨日ちょっと時間が取れたので行ってきたんですけれども、まず行ってこういうもののこういう資料の情報、開示請求をしたいということで、担当の課に行きました。そしたらまずホームページに概要が載ってますよって、まあ、ご親切に教えてくれました。けどちょっと私が求めているのはその資料ではないので、配られた配布された資料一式が見たいんですというふうに、お話をして、そこからすごく長かったです。30分ぐらいかかって、その資料が開示していいものなのかどうかを、担当課に確認するので、ちょっと待ってほしい、待ってくださいということで、30分ぐらい待って、結局情報開示請求をしない、公開請求をしないと出せませんということでした。ちょっとこれがどういう結果になるのか、他の市町村でも、まあ、川澄さんも茨城町にしてますし、こちらの、水戸アクションの玉造議員も水戸市に、情報開示請求をしてますので、それが、まあ、市町村によって対応が異なるのか、どうかちょっとわからないんですけれども、これが開示されることを願ってます。はい、それで今日なんですけれども、今日は私も原田の申し入れの方に、参加をしてきました。その様子は川澄さんが報告をされた通りです。廊下で立ち話的に申し入れ書を渡すということになったんですけれども、もうこの申し入れ書自体は、ちょっと急な動きではあったんですけれども、県内の脱原発運動をする団体25団体ですかねの連名で出すことができましたので、それはそれでとても素晴らしいことだったかなって思ってます。これからもうちょっと各市町村への、要請ですとかそういったものをどんどん進めていかないといけないと思うんですけれども、連帯して頑張っていきたいと思います。それとですね、今日ちょっと私県議会の傍聴まで、県議会の、防災環境商工委員会ですねが開かれて、私は傍聴ができなかったんですけども、傍聴した方から報告のメールが来てましたので、それをそのまま読ませていただきたいと思います。本日4月25日県議会防災環境商工委員会は原田から参考人を招致すること、その人選及び時期は、横山自民県議に委任一任することを決定しました。県原子力安全対策課服部課長からは、県が原田から適合審査申請に関する説明を受け、3月議会常任委員会に報告してきたこと、今後は原田との原子力安全協定に基づき、原田が国に申請する前に申請内容に関する計画書の提出を受け、国の審査と並行して県原子力安全対策委員会において検証を行う考えであることが示されました。磯崎県議からの質問と意見が出てました。自民党の常陸中市区の議員さんですね。地元の県民は1997年同年事故、99年 JCO 事故で被爆風評被害に苦しんだ経験を持つ。 JCO 事故では死者2名を出した。
原電は規制委員会許可が下りた後に原発は安全ですと議会住民に説明をする考えのようだが、新潟県泉田知事は審査が通ったからといって原発は安全とは言えないと言っている。規制基準について安倍政権は世界一厳しい基準と言っているが、知事ちょっとその辺が詳細でなかったようですが、世界水準にも達していないとある。橋が崩落すれば逃げ道はない。防潮堤の高さ18メートルと計画されているが、明治三陸沖津波は38メートル、昭和三陸津波は28メートルもあった。どうして18メートルなのか原電に聞いてみたい。県からも会社に申し伝えてほしい。防災は最悪ケースを想定しなければならない。費用対効果から判断してはダメだ。茨城県は他県を踏襲しようとするのであればそれは改めるべきである。ただ自民党の議員さんなので自民党員として自民党の方針には従うとあったのがちょっと拍子抜きなんですが、ちょっとそこは頑張っていただきたいなと思います。はい、あと今日の申し入れのセッティングをしてくださった、細谷典夫県議からも質問がされてます。無所属で取手支部からの議員さんです。原電の4月30日の東海村村議会原子力調査特別委員会欠席理由は県議会に先んじることはできないということのようだ。とすれば県議会が早く開催すべきである。県は原電の説明を受け、計画にはどんな課題、問題があると認識しているか。で、ここで服部課長の答弁があって、今までは原電の説明について根拠を正してきた。内容の良し悪しは県原子力安全委員会で検討したいという答弁があったようです。公明党の高崎県議、水戸市からの選出の議員さんです。適合審査申請にかかる計画書の県への提出は国提出より前で良いか。回答があって、その通りということです。その時期はいつと見ているか。回答は首長、副長了解が先行するので時期は不明ということでした。今日の、この委員会で原電から参考人を招致することとなりましたので、ぜひこの日程が決まりましたら皆さん傍聴に、行っていただきたいと思ってます。ちょっと原電がどういう対応をするのかというところもあると思いますけれども、それがちょっとぜひ皆さん傍聴をしていただければと思います。ちょっと長くなりましたが、報告でした。はい、最初のコールは今日はどうしようかな。トラさんの格好してるけど小池さんでそんなところにほくろありましたっけその格好でもいいのでコールやってくれますじゃあコールやります。はい、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、東海第二再稼働反対、東海第二再稼働やめろ、原発やめろ、子供を守ろう、大人が守ろう、放射能いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、再稼働反対、東海第二再稼働反対、東海第二さっさと入ろう、東海第二再稼働
ました。今日はトラさんのコールでした。じゃあ、石岡のこちらの曲でした。頑張ります。よし。皆さん、こんばんは。石岡から来ました。本当に満身の怒りを込めて、日本の政府のやること、行政のやることを正していきたいと思います。本当に今福島で事故が起きていて、レベル7、これが、そして汚染水がレベル3、この合わせて10というのは、これは規制で勝手な数字であって、これが100億の単位であったとすれば、今住んでいる福島の事故は紛れもなく100億のという単位の犯罪が、世界に対する犯罪が今行われたんだと思います。本当に福島の事態を見て、我々は全ての人間は、大人は子供を前にして、子供を前にして反対であるという表明を誰もがすべきだろうと思います。本当にそうならない状況こそが問題であろうと思います。私の知人に、毎週金曜日行ってるようだけど、落とした。毎週金曜日行ってるようだけども、今さら無理だよ、今さら原発は無理だよという人がいました。皆さんどう思いますか。そういう人多いんですよ。ある人は成果を上げろ、成果を何1年3年も4年もやってるけども、成果が上がっていないんじゃないかっていう人がいます。このことに対して言いたい、我々庶民は今まで勝ち取ったものというのはないんだよ。我々は一人一人は弱い、一人一人の努力は弱いけども、我々は固まれば強い、集まれば数は力になる、そのことを考えてもらいたい。本当に一人一人は弱いけども、私たちはみんなでつながり合って正しさを通していく、そういう教育がなされてないというか、そういう訓練をしていないだけです。我々はやってもやっても負けるでしょう。こういう言葉があります。我々は失敗の坂を登るという言葉があります。我々は失敗の坂を登る、このことは失敗しても負けない、我々は努力して努力して正義を貫く、そういう人間である、人に信頼される人間になれということだろうと思います。今子供を前にして、なんで原発を再稼働するのか、ここに一点の正義もない。我々はこの事実をもって原発に対して多くの人間が集まって反対しようではありませんか。反対という声を上げる、いろんな形があるでしょう。声を上げることをやめない、そのことが民主主義の出発なんだろうと思います。我々は反旗の旗を、正義の旗を下ろさない、正義の声を通していく、そのこと自体が私たちの勝ち取った信頼、人に対する信頼とか人間性とか、そういうことなんだろうと思います。我々は権力者が何をやっても
許してはいけない。権力者ならば嘘を言っていいということにはならない。我々は断じて許さないということで、みんな頑張っていこうではありませんか。そして一番怖がることを石破氏は東京でみんな騒いでいるようだが、あれはテロのようだと言った。明らかに人が結びついて正義を貫く姿が怖いんですよ。我々は一切負けない。東海第二原発の職員を恥を知れ、そして議会で沈黙をする黙秘権さながら何の仕事もしない議員を恥を知れ、すべての公務員を恥を知れ。そういう中で私たちは国も相手にできない、県も相手にできないかといって私たちは声を下ろすのか。そういうことがないように一人の大人として、まだ来ない生まれてこない子供のためにも廃棄物を残さないという決意で声を上げていこうじゃありませんか。ありがとうございました。東海大に再稼働を反対。今日はなんかすごい若い男の子がいいですか。で、やっぱりですね、この福島のこの惨劇を僕はもう二度ともう起こしたくないんですよ。だからもう本当原発は反対です。僕はそうですね。だからもう本当もう原発ゼロを目指したいですね。そしたら、そういうことだと、茨城町の首長さん、あ、けど、川島さんさっき喋ったから、川島首長いつも喋っているので、そういうことにちょっと報告をしてもらって、コールもお願いします。こんばんは、茨城町のお部屋です。ちょっと原稿考えてないから、あれなんですけど。川杉さんにお声かけていただいて、今日は茨城町の町長、鈴木町長に、鈴木じゃない、ごめんなさい、小林町長に、要請ですかね、してきまして、私、飛び入り参加みたいな感じだったんで、報告考えてなかったんですけど、原電が前ね、周辺自治体の首長さん集めて説明会みたいなのをやったんですけど、それの時にね、首長さんたちが住民への説明をしっかりしない限り再稼働を認めないっていうようなことをきっちり原電に言ってくれまして、でそのことに関して、茨城町の町長に紙を置いてきちゃったんですけど、何したっけ、要望3つ、やめろ
住民に説明しろって、あ、そう、住民へ の、 あの 直接住民に説明する説明会をまず第一に開いてほしいと。あの町長とか、あ、市町村長を集めるだけじゃなくて、あの住民をちゃんと集まれる説明会を開いて、直接あの質問を受けたりする場を設けてほしいと。で、あの説明に関しても口頭だけじゃなくて、あのちゃんと資料をあのこの間首長さんたちに渡したような、あの資料をちゃんと出して、ホームページで公開しましたからとかじゃなくて、あのちゃんと紙で配ってほしいと。で、この間のホームページで、なんかね、電電も焦ったのだか情報公開しますって言ってホームページで突然資料を公開したりしたのも、これをもってあの住民への説明は責任を果たしましたなんていうことを言い出さないように、しっかりあれじゃ足りないんだと、あのしっかり説明をあのするように求めてくれっていう要請をあのして話してきました。総勢、1,2,3,4,5,6,7,8,9人で行きまして、小林町長とあと、総務部長と何でしたっけ、もう一人部長さん3人で対応してくれたんですけど、まあ、あのその中でね、こちらの東海大任の防潮堤があの18メートルで作りますっていう、こう18メートルの根拠も怪しいし、18メートルじゃ全然足りないで、50メートルの津波が来る可能性があるっていうふうに地震学者が言ってるのに、18メートルって何なんだっていう、そういうのもおかしいし、あの東海第二原発はできて35年で、原発の あの耐用年数がだいたい40年ぐらいって言われてるから、もう老朽原発で、あのもうあったあの棺桶に片足突っ込んだような原発なんですね。それをね、あのちょっと配線を何年あの古い燃えやすい材質でできた配線をあの何年生の塗料を塗るから大丈夫ですか、そんなあのことで、あの原発なんていうね危険なものをそのぐらいで安全審査が通るっていう、それがそもそもおかしいし、やはりあのような老朽原発をあの再稼働するような、あの再稼働に持っていくための安全審査を申請するのはおかしいっていうのを言ってきまして、で、あの、まあ、小林町長もね、あの明確に原発反対とかっていうのはなかなか、まあ、立場もあって言いはしないんですけれど本当言ってほしいんですけどね、信じられない、まあ、茨城町はほとんどが30キロ圏内に入りますからね。でその中で、あのこの間原電からの説明会で、まあ、町長が言うには、周辺の市町村長さんからはかなりあの東電に対しては厳しい質問なんかもされて、あのとにかくあのこの安全審査が再稼働前提じゃないっていうのを、現ではこの前から言ってますけども、それだけは絶対に確約してくれよと、間違いないんですねっていう話はしてきましたっていう言って、で東電もそれはうんと言ったんだと、はいと言ったんでって言うんですけど、あの私たちもこの場で言いましたけど、東電がいくら再稼働に直結する安全審査申請じゃないって言いますけど、再稼働しないならなんで安全審査申請をする必要があるのかと、明らかに再稼働を狙っているという話もしましたし、あの原電が今までね、言うことをコロコロ変えたり、あとはあの水面下で交渉してて全然住民には情報を開示しないっていう態度を見てきて、今原電がそう言ってるからって誰が信用できますかと、もっと住民が信用できるような説明を求めてくださいということを言ってきましたね。まあ、あのただその小林さんも、私はこれは聞いてね、ああいいなと思ったのは、あの小林町長が、私自分個人の意見としては35年経ったあの老朽した原発をあの再稼働を考えるっていうこと、再稼働するっていうのはもう現実的にはありえない選択だろうと個人的には思うということを、あの自分は原電には言ってきたんですと言っていたので、あのね、はっきりと原発はもう廃炉っていうのは多分言うと、あちこちからなんかこう、あそれ気があるんですかね、やっぱね、政治やってる人はね。でも、そう言ってほしいんですけど、きっぱりと。でもそうやって、その、もう、東海第二を再稼働っていうのは現実的じゃないと思うっていうのを、あの、原電に言ってきたっていうのは、原電には、あの、いいパンチになってきたと思うので、そこは評価したいなと思います。こんな感じです。ちょっと私あの初めてだったんでね、町長のあの応接間とか行くの緊張しちゃって全然あの質問できなかったんですけど、またねこういう機会あったらやっていきたいと思いますので、はい、じゃあ
コール普通に。いますじゃあコールします。プレッシャー東海大には今すぐ入ろう。東海大には今すぐ入ろう。東海大にの最下の反対。東海大にの最下の反対。チラシご覧になりましたかね。大体みんな 見たと思うんです。この駅前寺のすごく抽象的なチラシですね、これを40万部配布したということですけれども、新聞取ってないお宅もいっぱいあります。パソコン見られない、パソコンがない、ホームページ見られない方もたくさんいると思います。そんな中でこれで住民に説明出すんだっていうのは本当におかしな話だと思います。トラさんがそろそろ登場したいということですので、暗くならないうちにやっていただきたいと思います。準備にちょっとかかる。そうでもない、大丈夫です。ちょっと待ってください。ちょっと寒くなってきましたけど大丈夫ですよね。はい、お願いします。たびたびすいません。せーれれ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 、私茨城県東海村の生まれです。クジラの海に浸かり、清和脱原発、奈良空次郎、そんで脱原発の空と発します。俺がいたんじゃ原発やめぬ、分かっちゃいるんだ妹よ。もう一回、もう一回。じゃあ最初から、はい、私生まれも育ちも茨城県東海村です。クジラの上で浸かり、清和脱原発、奈良空次郎、
日本で脱原発のお空と発します。俺がいてんじゃ原発やめぬ分かっちゃいるんだいボートよ。いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて運動努力で頑張って原発止めよう。世界大事を止めましょう。労働者諸君、だから、まだ入りきっておりませんけども、この寅さんの格好したのは、今まで デモをやってきてですね、その実行委員でコスプレをしようという話が持ち上がって、まあ、ちょっと寅さんが好きだったんで、寅さん記念館というところから、この青いのと腹巻きと帽子を買って、これはもともと出た背広でした。それでまあデモに参加しました。まあ東京、新潟でそういったデモ参加してまして、東京でもまあこれを着てデモに3回ぐらい参加したんですけども、まあ例えばあのビートルズのアビーロードみたいに5人のトラさんが道を渡るとかですね、10人のトラさんが、まあ、渋谷のスクランブル交差点で脱原発とかって歩きたいな、いろんな人を誘いましたけども、やはりそこまで踏ん切りつく人がなかなかいらっしゃらないみたいで、こういった格好はトラさん記念館から買いますので、女性でもよろしいかと思いますので、ぜひお仲間になりまして、脱原発に復興再生、今は原発動いてないんで、これからももちろん動かさない。今原発ゼロです。ただ原発ゼロなのにいろんなお店さんが電気がこうこうとついて、なんで原発を動かすのか俺はバカだから、全然意味がわからない。汚染水、汚染水と騒がれているけれども、あの事故が起こったのはもう3年前。その汚染水っていうのは何なのか俺はバカだからわからないけれども、3年間も事故が収束しないなんていうものは原発以外ありえないじゃないかなと思います。なんでそれを犯そうとするのか、もうやめだやめだ、それを原発なんてやめちまえ、原発なんてもうやめだと思います。ということで、これからも残したいし助けと考えますので、よろしくお頼み申し上げます、ありがとうございました。なんか今日はなんか私もなんかいろいろで、はい、頑張りましょう。そしたらね、木本くんが今日は竹の子を持ってきてくれたので、そのお話だそうです。普段は食べるのが苦手なんで、あるんですけど、今日はちょっと友達を一人誘ってきて、ちょっと勇気出して食べてみようと思います。日立市で、稲作農家をやってまして、4年、まあ一人でやるようになって4年になります。ちょっと親父が亡くなって、まあそれから一人ずっと一人で田んぼをやってるんですけど、秋と春、まあ今の時期田植えの時期が近いんですけど、まあ親父が亡くなる前に田んぼの稲刈りと田植えはお祭りだから楽しんでやれっていうふうに言われてて、でまあ
原発事故の後はその言葉がなんか感じられなくて、ちょっと、あともう一つ、うちの 竹山なんですけど、原発事故の後、100ベクレルで、まあ、前にも話したことあるんですけど、まあ、100ベクレル出て出荷停止になって、で毎年話してるんですけど、まあ、去年は結構で、今年、測った29ベクレルなんですけど、出荷はできるんですけど、それをお米のお客さんとかに喜んでもらえるんで、あげてたんですけど、それがどうしてもできないっていう、まあ、どうしてね、こんな気持ちの時に とてもその再稼働の安全審査もうとても、許せない。で、今日ちょっとタケノコを持ってきたんですけど、食べてくださいとは言えません。食べる方はどうぞお持ち帰り持ってきてください。あと竹丼もまた追加で、今日自分では2回の竹丼を取り寄せました、持ってきたんで、じゃあ終わります。始めたな。竹の子もまだちょっと高い、数値が出てますので、ちょっとおいそれと食べる感じではあるけれども、食べても大丈夫だという方はぜひお持ち帰りください。はい、竹ポンドもちょっと出しておきましょうか。はい、次スピーチしたい方、今度は、はい、大山さん、大山待ってました。はい、東中の大山です。まあ、さっきから問題になってるんですけど、原電が、企業性審査に、申請をするための説明が、まあ、ホームページと、あと、先ほど、花山さんが見せた、1枚ペラペラのチラシで、一応説明が行われたわけですけども、まあ、これはね、やっぱりこの向こうが出してきた資料を、結構専門的な言葉も多くて、でなかなか難しい言葉が書いてあって、で、まあ、理解するのちょっと難しいんで、比較してるんですけども、アリバイだ、アリバイ、まあ、アリバイ的に対して、まあ、でも自分の中で分かったことをちょっと今からちょっと言わせてもらいます。まあ、まず最大の問題点はシビアアクシデントが起きた時の対策ですよね。福島になったら、その圧力容器が真ん中にあって、その燃料棒も入ってるんですけども、その周りにでっかい格納容器があって、で、まあ、今回はその、まあ、暴走を止めることができなくて、全てメルトダウン、圧力容器から格納容器のまで燃料が落ちてドロドロに溶けたまま今は地下の方に浸食していると、そういう状況にあるのは福島です。でそれをどういうふうに食い止めるのかというふうな対策なんですけども、まあ、原電の資料を読む限りにおいて、その格納容器の下部から水をたくさん出して、水をジャバジャバプールを作って、そこにもう余裕した燃料は、まあ、おそらく2800度ぐらいのものが72トンぐらいできるみたいのを全部溶かして、もう溶かしまったままその72トンのものを水の中にジャボンと入れて、それで冷やそうっていう風なアイデアを今回出してきました。しかしこれは水蒸気爆発が起こるかもしれないし、非常に、ね、危険なやり方で、すごい問題があるんですよ。そんなやり方して、それでもう水蒸気爆発でも起こった時には、もう目も当てられないわけですから、まあ、せめて、
まあ、ヨーロッパの方の原発で当たり前になってきてるみたいですけども、その溶け落ちた燃料を受け止めるためのコアキャッチャー、これをちゃんと設置する必要が私はあると思います。もうこんなあのこの対策では私は住民としてあの不安を拭い得ないんで、あのこのままじゃ認められません。でまあ、先ほどもその津波がね、38メートル津波があったとかいう話とかはありましたけども、まあ、なぜ18メーターなのかですね、まあ、18メーター前のよりも高くなったから、まあ、ちょっと安定になったのかというふうに、まあ、ちょっと思うんですけど、まあ、あのこの木足を、まあ、パッと見てあの、まあ、正面の絵を見てほしいんですけども、立体図が書いてあります。当該原発の立体、18メーターのフェンスで周りを囲って、でさらにあの非常用の電源車とか高圧の電源車とかを21メーターの高台のところにもう設置してあるというふうな説明がここに書かれています。まあ一見なんか、まあ、安全そうにさらに高いところに非常用のものも置いておいて安全なのかなとも、まあ、素人には思ってしまうんですけど、私なんかも思ったんですけども、よく考えてみたら、じゃあもし18メーターを超える津波が来た時にこのフェンスを乗り越えてしまった、また想定外の津波が来るかもしれないですよね、時に、まあ、またあの電源が止まったりして電源非常用の電源車が必要となる、その時にもし高さが3メーターですよね、22メーターぐらいの津波が来た時にもう電源車も一緒になってひっくり返っちゃって使い物にならないというふうな、非常にあの問題ある設置の仕方ですね。これはそんなあのいくらフェンスを18メーターにしても18メーターを超えた時を考えるのが、まず想定外のこともちゃんと視野に入れておくという、今回福島から我々が学んだことであって、一応想定18メーターにしたそこまではいいですけども、じゃあそれを乗り越えた津波が来た時のために非常用電源車はもっと30メーターとか40メーターとか全然びくともしない高いところに置いてあるよって言うんだったら話は分かりますけども、たった3メーター違いの高台に乗っておいて置いたら一緒にやられるじゃないですか。そんななかなか対策ないです。まあ、それは2点目の問題点で、まあ、3点目の問題点はあの構造体なんですけども、まあ、その断層、活断層の問題なんですけども、あの、まあ、確かに東海原発の真下に活断層は通ってないかもしれない。しかし忘れることなかれ、この久慈川、この東海という位置というのは何をどういう位置なのかっていうのはね、あの久慈川っていうのは結局これは棚倉断層なんですよ。棚倉構造線とも呼ばれていて、中央構造線と同じぐらいもう、まあ、古い日本列島が片付けられるときに非常に活発に活動していた断層で、あの別名棚倉破砕帯とも言われて、まあ、破砕帯が、まあ、中港の阿字ヶ浦から、まあ、日立の間の幅でずっとあっちの醍醐とか山地とか栃木の方に内側に沿って伸びてるんですよ。それが新潟まで伸びてます。つまり東北地方の大地と関東地方の大地がぶつかった時のその断層がなんと東海原発の多分真下を通ってるんですよ。あれもう入ってるんですよ、その破砕帯のエリアに。こんな危険な、ね、位置にあって、しかも近くの今の活断層、確かにその構造全体は古いんで、まあ、今の活動はしないというか理屈もありますが、活断層も近くにあるんですけども、東電がその想定して建築するために想定したのはその中の棚倉断層の本当に一部だけということが、その資料にちゃんあのホームページの方の資料にちゃんと書いてあります。小さくてかなりコピーで拡大してやっと読めるぐらいの感じの図なんですけども、あのよく見ると非常に問題があります。でもう高萩断層、活断層なんていうのはあの想定ちょっと したことがあるぐらいの、そのぐらいの扱いで、今あの活断層の活動が活発化している高萩のねセグメントもあの考慮しないっていうのはあまりにずさんすぎる。その棚倉破砕帯に
の上にいるっていうことも自覚がない、もうそういうね、あのことはちゃんと調べなきゃダメで、マグニチュード 8.7 なんて、なんで福島がマグニチュード 9 で 9.2 に想定するなら分かるけどさ、まあ、ちょっと減らして8.7に想定してるなんてもうちょっとおかしすぎる。じゃあ、まあ、最後4つ目なんですけども、あの、まあ、話が長くなってすみません、まあ、最大の問題っていうのはその、まあ、いろんな問題あるけども、政府がとりあえず今回あの出してきたのは、シリアアクシデントへの対応が3つと、さらにテロへの対応っていうのを挙げてるんですよ、その新規制基準で。テロに対応してくれないと市民は住民安全だと思えないんで、あの自然災害ばっかりじゃなくて、こうやってね、あの安倍政権とかも一生懸命戦争やろうとしてさ、北朝鮮からミサイル飛んできたらどうするんだよって、これリアルな問題になりつつあるわけですよ。今以前は考えられなかったかもしれないけども、今はもう国がそういう政策でバンバンあのイケイケどんどんで軍備化進めてるんだから、そういう現実もちゃんと想定しておかなければならない。そう、テロの対策、これなんとあのこっちのプラクラのチラシの方ではちょっとだけ書いてありましたけども、あのホームページの方には一切触れられていません。テロ対策一切触れてなくて、新規規制基準に通ろうなんていうふうに考えること自体が甘い。もうね、その他にも専門家とかが見ればいろんな問題点があると思います。あの本当に原発やめちまえ、原発を置いてやらないんだ、あの問題点がかなりあるんで、それから みんなでまた発を止めて、あの止めるように頑張っていきましょう。行きたいと思います。それでは、ありがとうございました。花倉の花倉担当、そしてなんか東海大に作るとき体がだいぶゆるゆるでっていう話を聞いたことあるんですけど、あのちょっと本の宣伝をさせてもらいます。ね、これは原発は滅びゆく恐竜であるというあのタイトルの本が最近出たんですよ。で、これ書いた人は水戸岩尾さんっていう方で、もうこの方は1933年生まれの人なんですが、あのチェルノブイリの事故の後、剣岳で遭難してしまって、まあ、亡くなってしまったんですけど、この方はあの東海原発裁判、あの現在やってる裁判ではなくて、その前の、まあ、行政訴訟のこと時にもう数十年前からやって、もうあの2004年の時にもうあの最初の、あ、聞こえない？あの最初の、まあ、あの設置許可取り消し裁判をやってた時に、その東海原発の、あの科学者としてね、その、あの論陣を張ってくれた、そういうあの人なわけです、この水戸岩尾さんの方は。で、この人が、あの東海、あ、違う、あのチェルノブイリ原発があった後ですね、あの事故の後、こんなことを言ってるんですよ。あのこれは1986年6月10日の朝日新聞の声という欄にその水戸さんの話が載っているんです。で、それをちょっと読んでみます。こんな危険を目の当たりに見ながら引き返せないほど人類は愚かなのであろうか。硬直した思考を捨て、国民一人一人の決意を持って引き返すための現実的方法を探っていく、今は最後のチャンスなのであると。これはですね、あのチェルノブイリの直後の6
6月10日この時にこういう話をしてるわけです。これはね、もう20何年も前のことが現在までまだ続いちゃってると、そのことを我々は頭の中に打ち込む必要があると思います。それでまさにですね、今は最後のチャンスなんです。原発をなくす最後のチャンスは現時点であるわけです。そのことを皆さんで、一緒に頭の中に入れておきたいというふうに思います。それであと一つ、先ほどですね、誰でしたっけ、いろいろ大山さんの話の中にもありましたけど、その、まあ、原電が、まあ、貝殻1枚をね、出してきたわけですけども、そういうことで住民に説明したなんていうことは絶対にこれは許せないと思います。それでそのやはりこの水戸さんの本の中にですね、こういうことが書いてあるんですよ。ちょっと読んでみます。まあ、これは水戸さんがですね、やはりチェルノブイリの事故の後論じていることなんですが、チェルノブイリで一体何が起こったのか、炉心溶融が起これば格納容器は無力なんだと、こういうようなことを水戸さんは言ってます。で、軽水炉でですね、炉心溶融が起これば格納容器は必ず破壊されてしまうと、そういう設計上の問題を論じています。で、これは現時点においても当てはまると、これは後藤正史さんがそのこの本の後書きできちっと書いております。要するに現在日本にあるアメリカの設計による格納容器、これには炉心溶融に対する備えがないということを、まあ、強調していたわけです。この水戸さんは。で、このことは現時点においても当てはまると。で、まあ、要するに非常用非常用炉心冷却装置が働くことを前提に格納容器が設計されていると。で、それが機能しないと、まあ、格納容器は役に立たないと、それが一番の大きな問題だと、まあ、後藤正史さんも言ってます。まあ、そういう意味でそれからその別な場所でですね、伊藤さんはこういうことも言ってます。原発の危険性において肝心なことはたった一つだ、たった一つが一つのことが肝心なことなんだと。その肝心なことは原発の中には死の範囲があると、この一つのことが原発の危険性をもう如実に表している。で、これをやはり原発の例えば100万キロワットの原発が1年間動くと、広島型の1000発分の火の灰がたまると。で、これが一番の根本の問題だと。このことを忘れないようにしなければならないと。で、この放射性物質は何百万年も管理しなくちゃならないと、毒を消すことはできないと。まさにその2つのことだけが原発が危険だということの証明になっているということを強調しております。皆さん一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。福島はドイツを変えたって書いてありますけど、日本も変えていきたいですね。頑張っていきましょう。あ
そう。こんばんは。先週も話しましたけど、毎週配らせてもらったらしいも30セット持ってきています。今日も無事なくなりました。ありがとうございます。30名を超えました。ご夫婦には1つしか渡してませんのでね。その中にあるんですけど、あ、よだかりかな、この空気、今吸ってる空気、昔中学校で習ったんですけど覚えてますか。8割は、窒素です。2割ぐらいが酸素、あと残りがちょこちょこっていう構成になっています。で、窒素っていうと肥料の3要素って覚えてますか。覚えてないでしょうね。窒素リン酸カリって言うんですけど、肥料、植物、農作物育てるのに一番大事な肥料は窒素なんですよ。タンパク質のこう構成要素になるんですけどね。で、空気中の5分の4が窒素なんです。だけどこれってつながってないんですよ。輸入して窒素肥料を皆さんこう配ってるんです。卵新聞なんですけど、うちは今レンゲソウの花が花盛りです。田んぼ、これレンゲソウって豆科っていう植物なんですけど、エンドウ豆とかね、大豆とか見る人ですけど、豆科の植物なんです。で、豆科の植物っていうのは根っこに、土の中にいる根粒菌、根粒バクテリアという微生物が根っこに食い込むんです。で、そこにこうコブを作って、住みかを作るんですけど、何をするかというと、豆科から栄養をもらうんです。そこで寄生して、寄生というのは共生というんですけど、で、何してるかというと、土の中の空気の窒素を、空中窒素を、固定して作物に供給してくれる。だから人間バカだからね、空気中に5分の4もあるのに利用しないで、どっかから輸入して田んぼに肥料をまくんですけど、マメ科の作物と根粒菌のコンビはすごく画期的で、もう人間が生まれる前からその共生環境を作って、空気中の窒素を植物の成長に利用できるようにしています。で、それに多分経験的に学んだのが昔の日本の百姓で、レンゲの花が盛りを見ると、私らの親の世代の人らとか、私のちょっと上の人らは懐かしいねって言います。昔はどこでもレンゲソウが咲いてた時代もあった。それはこの空気中の5分の4を占める窒素肥料を有効に使っていたっていうことなんですよ。というわけで、卵新聞もかっこいい見出しで、なってます。昔に学んで近代を超える未来の農法みたいなことを私はやって、今世の中みんなもう田おこし終わって白かきどんどんやってるんですけど、うちは田おこしもせずに花を咲かせています。ただね、これの生育がなかなか難しくて、連作障害みたいなものやっぱ出るみたいで、消えちゃうところもあるんです。全部やればね、1万坪北茨城市内に花盛りを現出できるんですけど、まあ今年はその3分の1ぐらいかなっていうところで、農業をやっています。これを否定するっていうか、こういう地道なことを効率的じゃない、効率的じゃないって言った先に原発がある話で相当省略しますけれど、あると思うので、でね、ここへ来て、驚いたことが、驚いたつか、新聞に出てますよね、介護の職場で人が少ないで外国人を入れるっていう言い方をなんか出ていますよね。評論家の内橋勝田さんのもうマネっ子でずっと言ってるのが、FEC ね、フードとエネルギーとケアを自給して地域を回すっていう、これに全く逆行するそのケアの輸入なんだろうなと思って昨今の新聞を見ています。で、これを遡るとね、1990年頃バブルの盛りに私は U ターンしたんですけれど、その時見たもの、見た風景にショックを覚えたことを思い出しました。前も話したと思うんですけど、用水路、日本の田んぼにはどの田んぼ一枚一枚全部に用水路と排水路が必ずついている。この網の目はすごい世界遺産だと思っています。別な機会にきっちり話したいですけど、網の目、この素晴らしいネットワークが日本の農業と気候と世界を支えています。この用水路を昔は土の素掘りだったんですけど、今どんどんコンクリートで U 字工に入れています。これをどうのこうの言う人いますけど、現場から言われせりゃこれは必要です。この工事をね、1990年の頃はバングラデシュの人にやらせていました。
あのマグロの盛りね、仕事が余って、あ、足りない足りない、なんとか人が足りないって、日本の農業を支える、日本の食料を支える基礎である、田んぼを支える基礎である用水路の工事を外国人にやらせてる国になったんだなということに、その風景にショックを覚えて、もう25年前なのかな、この国は終わってるんじゃないかなって思ったことを思い出しました。今そしたらね、 FEC E はとっくに輸入だらけですよね、エネルギー、このケアまでね輸入する国になり下がるのかっていうことをすごく危惧して、いますというのが前置きで、ごめんなさい、あの本題は短いです、はい、本題は短いです。あのね、配った北茨城民報、県とか市が調査している、内水面の、 あの河川敷とか湖底の土の放射性物質 の、 あの検査の結果を見にくいですけど載せています。で、大きいのが、大きく載せたグラフが2つ、これ高萩にある小山ダムと北茨城にある花、あ、水沼ダムの固定低質の放射性物質 の、 数量です。干した泥ですね、缶でって書いてあります。これはね、驚くんですけど、水沼ダムは昨年から、5000ベクレルとかね、4000ベクレルです、キロ当たり。うちの薪ストーブ持ってね、灰が今年も測ったら2500ベクレルあったってショックなんですけど、この灰どこに持っていこうかって悩んで袋に溜めてありますけど、何、市民の飲み水を溜めているダムの底が4000ベクレルもあるそこの土に今ずっとなっているっていう現実です。まあ水には溶けないから、あの水道からは不潔だって言うんですけど、ね、なんぼ溶けないって言っても水の入れ物が4000ベクレルの放射性廃棄物でいいんだろうか。あの福島の地区は全然終わってないってことを、長くなりました、終わります。そう、ま、前置きが長かったかな、もうちょっと時間が、また来週で、じゃあ今日しゃべりたいと思ったら、あと2人ぐらいかな、ヒロさん、はい、皆さんこんばんは。ご通行者の皆様、交差点で信号待ちのドライバーの皆様こんばんは。私たちはこの地震列島に50基以上を作ってしまった原発をなくすために、こうやって毎週金曜日に、抗議行動を行っております。このような抗議行動は、北は札幌、南は鹿児島県の鹿児島県の、ちょっと鹿児島県まで、全国数十箇所で行われております。それで、今年、今は4月の末ですね、これで、原発が1基も運転しないで7ヶ月以上経ちました。しかもこの東京電力管内は2年1ヶ月、2年前の3月26日に、停止して以来1基も運転しておりません。全国もこの2年ほどほとんど原発は運転しておりません。一体ここで、どこかに電力不足が起きているでしょうか。一気の運転しておりません。一家のマスメディアは、原発が止まれば電力不足が起こると、そのように盛んに脅しておりました。大井原発が再稼働した時も、野田首相は電力ロスが起こる恐れがあるから、原発を再稼働しなければならないと言って再稼働しましたが、もう半年以上過ぎておりますが、どこにも電力ロスが起きておりません。それで、今度はですね、原発を推進する側は、原発を止めれば、止めたので
化石燃料の輸入代が増えて 3.6 兆円もの1年間に 3.6 兆円もの外貨が失われると、このように言っておりますが、これは全くの嘘であります。日生基礎研究所というのがありますが、これは日本生命の関連の研究機関ですが、この日本生命は電力株をたくさん持っている会社なんですが、そこの研究機関がの結果、研究結果では 3.6 兆円ではなくて 1.6 兆円と、これが本当の数字です。このように、研究機関、電力会社 の、 この大株主の研究機関ですが、このように 1.6 兆円に過ぎない。これは なぜこんなに違うかというと、まずアベノミクスの IS のために、まずこれで金額が上がってしまった。エンベストの金額が上がってしまった。それからもともと燃料の価格が上昇した、それもありますが、毎年日本の電力需要量は下がっております。民主党政権時代に 3.11 の事故後に、エネルギーの節約、省エネの電力を少なくする政策の10年間の目標はもう2年間で全部達成してしまいました。このようにどんどん需要量が下がっているのでありますが、この 3.6 兆円という数字は2008年から10年という事故以前の需要量をもとに計算しておりますから、このような大きな数字ができ できるんです。それで、しかもですね、この50基もある原発をまだ再稼働しようとして、電力会社は一級の何て言うかな、ピカピカにこのメンテナンスしておりまして、このメンテナンス費用が50基分で 1.2 兆円もあるということでございます。このような無駄なお金がかかっているのは、このようなことはなんか推進側は一言も言いません。このように、嘘で重ねているのは原発の政策であります。それで、今日私も茨城町の住民でありまして、町長さんにお会いして、皆さんと一緒に、再稼働の新しい申請基準の申請のについての茨城町長さんにお願いしました。そこでのお話でありますが、町長さんであるのにですね、このような方でもドイツが未だに電力の輸入国であると、このような誤った認識を持っておられるので、これを聞いて、残念に思いました。もっとこの責任のある方は勉強していただきたい。ドイツはフランスから電力を買って、電力の輸入国だったのはもう10年も前のことでありまして、今はトータルではドイツは電力輸出国になっております。フランスから電力を買っているのは、電源が地獄のドイツの電源よりフランスの側のが近い場合に買っているというケースがありますが、トータルするとドイツは電力輸出国になっているんです。それで、ドイツはもうすでに 24.7%、 約4分の1は再生可能エネルギーとなっております。それで、皆さんご存知のようにウクライナの危機が起きました。これでロシアは天然ガスの供給をこの対抗するために、天然ガスの供給をこのストップする恐れがあるということでございますが、ドイツはこれで、これで、原発に回帰するとか、あるいは石炭火力を増やすとか、このようなことではなくて、
さらに、再生可能エネルギーをの普及を加速するとこのように、明言しております。私たち日本もこのドイツのように、見習って、再生可能エネルギーを増やしていきましょう。再生可能エネルギーは無人島の国際エネルギーであります。よろしくお願いします。コール。じゃあどうもありがとうございました。今日はちょっと喋りたいという方がたくさんいらっしゃるので失礼ください。毎週よろしくお願いします。最後にあとお一人だけちょっと短めになるかもしれませんが、スピーチしたい方いらっしゃったら、じゃあお待ちください。はい、こんばんは。県会議の内久美子です。今日ね、防災環境商工委員会がありまして、全会一致で、日本原電の話を聞くということになりました。皆さんが、その要請をし、そして、この前の市町村長の意向もありましたので、県民への説明、これをきちんとしなければ今度の審査を請求する申請をすることは許せないと、皆さんの運動の反映だと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。そしたらじゃあドラム隊のコールをして、今日はちょっとずっと歌ったってないので、山本さんに伴奏してもらってふるさとを歌って終わりな感じにしたいと思います。大丈夫ですか？じゃあドラム隊でコールしてくれる人は誰になりますかね。ゆうさん、エビチューさん。それでは、したいと思います。 T シャツが出来上がりました。お知らせでいきます。じゃあ T シャツだ。はい、この地球の限り限定いならけるこれが
がとうございました。ちょっと寒くなってきましたけど、まだあれですね、はい、温まりましたかね。はい、診察はちょっと待ってふるさと歌いたいんですけど、今日川澄ママがいなかったけど、歌える方いらっしゃいますか。ふるさと鈴木さんとか歌えますか。歌詞が分かれば、あ、します。あ、すいません、じゃあお願いします。皆さん、あの、優しい気持ちで歌いましょう。うさぎ追いしかの山、ここへ来る前に今撮ってきました。これは 3L なので、私と吉田向きですけど、M からありますので、2500円です、まずこの金曜コードに参加している人を優先的に販売したいと思います。他からも20枚10枚単位で注文が来てるんですが、とりあえず42枚作られてます。で、この27日のバルーンプロジェクトとかいろんなところで販売して、まずその42枚なくなってしまうかもしれませんので、本日金曜コード参加している方、優先的に、販売したいと思いますので、終わったらそっちでやりますので、もしよかったら、買ってってください。以上です。ロゴ、そっちはいろいろあります。そっちは黒のみです。バックプリントとフロントプリントがあります。これはフロントプリントです。はい、バルーン、これもよく今日は IWJ の、映像も入ってますので、改めて報告したいと思います。4月27日日曜日、東海村豊岡海岸でバルーン、バルーンプロジェクトをやります。我々は地域を越えて風船の飛ぶところ原発の関係者であるということで企画してくれた運動です。多くの方が集まることで力になります。皆さん、時間のある方はぜひ参加してやってください。よし、お願いします。はい、この関連でこちらからかっこいい男がかっこいいぞ、その関連で
久慈川の脇の豊岡海岸、あさって相当サーファーも来るんじゃないかって予想してます。それで、こういうふうに駐車場案内係がですね、要所要所に立っていただきたいんですけど、まだ人数がちょっと足りません。8時頃、口川の赤い橋の、豊岡海岸の方に来れる方はぜひ来てご協力よろしくお願いします。以上です。何時から、時間が4月27日日曜日9時半から受付スタートです。10時15分風船配布開始、10時30分主催者挨拶と渡米風船1000個で、10時50分にまとめのお話をして11時半に解散ということになってます。じゃあスタッフの方も含めて皆さんよろしくお願いします。あと告知ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですかね。来週5月2日は通常通りあるってことで大丈夫ですか？じゃあ、はい、来週も、通常通り、やりますので皆さんぜひ、ご参加をお願いします。じゃあ今日はこんなところで終わりますので、皆さんお気をつけてお帰りください。前の方で T シャツの販売してますので、あとポケの子も配布してます。お持ち帰りください。お疲れ様でした。あ、トンボも根本君が作ってくれたトンボも、欲しい方ぜひ持ち帰ってください。お疲れ様でした。お気をつけてお帰りください。トンボの置物欲しい方お持ち帰りください。先のこと大丈夫根本君大丈夫。以上で中継終わります。今日はありがとうございました。